私今日起きたばっかだから元気です。昨日さん起きたばっか元気じゃなかったのにな。昨日はすごかったっすね。ここ最近で一番だった。具合の悪さ。具合の悪さが配信中の。なんか眠いんかなって思ってたんだよね。なんかだんだんふにゃふにゃみたいな感じになってたからさ、ジャスパンが。いや。すいません昨日は。具合悪かったんだね。ちょっと来たっすね久々に。いやあの後看病してあげるの大変だったよジャスにあのもっといけない配信中だった先輩あざっすあざっすあざっすうるかさん怖がって入ってきてくんないよ配信中だってできるだけギリギリがいいと思ってるでしょこれ雰囲気的にはただシャガさん待ってなんか俺だけシャガさんぶりついてんのねあブチ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 って言ってる、うん、あマジでディスコード再起するかいいっすあ治ったかもあ治ってるあいやあなたあやっぱブチブチブチいや渚ちゃん大丈夫ですかあちょっとぶりついてる私がぶりついてただけかもかわいいブリブリへへへへへへへごめんみんな死んだちょっと待ってあごめんちょっとあいるよね死に去ってるオッケーオッケーいるよはいなになに質問いやもう大丈夫あ姉さん代反応してくれた優しいね、うん、優しいねいつだって聞いてるよ癒されるうん釈迦さんが突っ込んでくんないとえぐいってこれえいやもうしょうがないもう諦めてるもうしょうがないあーやっと喋ってくれたウルカさんやっと喋ってくれたあのそちら側に今日頑張りましょうね今日はあ頑張りましょう今日はそうですね今日だけ今日だけ今日から今日から始まる優勝したらクラッシュだよティアワンのえちょっといや今日でもう渚さんともあかつさんとも寂しいっす俺あれそういう感じかな あと渚っちさんじゃなくてもいいですよもう渚っちでもいいし渚ちゃんでもいいしはい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 そう美女と野獣、まあ、誰が美女で誰が野獣なのかっていう説も出てるんですけどでも次の俺らの相手シャタンできそう普通にああいうちょっと序盤重い構成したら、そのまま序盤有利作られて負けそうな感じはするウルカさんなのかそれともナギサッチさんなのかっていうあんま全然それウルカさんあああれですよねえ美女と野獣なのか言ってない誰が野獣なのかうちのナギちゃんにえ、なんか言ってたわ結構なんかウルカさんとナギサッチさん意見分かれてたんで許せないけど普通にあ、なるほどえ、なんて言ってたのジャス美女は誰なんだろうみたいなジャスパさんはぁ、もう名前見りゃ分かるよなぁ美女はナギサッチ許せへん分からせたのかそうっす、そうだよねでもプレイでそれ分からせたら野獣になっちゃうんじゃないの美女が野獣どっちのね、面も見せてあげるわって感じでそれを覗いてみたいなはい、頑張りましょうはーいおい、ジャスさんうんうんってよ、まあ、あとダサの仕事ですわこれ LINE DM で本当にかわいいって思ったんですけどうんあのゲームさんですねもう LINE DM ですってもう LINE DM をムルカさん今配信してるのいいんだよどっち YouTube それでいいんだと思ったんですけどあーそうかそうかガンクイナスのうまいですもんねシャカさんいやうまくないっすよ俺マップミニマップ見れてないんではい私も見れないCS 見てるとねマップまでなかなかね遠いですもんねマップって右下だからやっぱりそうなんですよね同時に2つ見れないみたいななるからね、そうなんですよ怖いんだけど普通に釈迦さんも笑い方映ってきたお揃いまあこれが一番楽かもしれない言葉はいらないおかえり
今シャルタンがなんかご飯届いてどっか行っちゃったの。まあ明らかにご飯っぽい音してた。うん、ご飯っぽい音。ペペペン。今なんかカロリー高いやつのラーメンの汁で流し込んでる。ちょ。アマゾン取ってただけだって。いやウーバーかと思った。夜はあんまり食べないようにしてるんですよ、ちゃんと。ああ、そう、ちゃんとね。パン粉とか、それこそ。なんて言いました今。私もうんこって聞こえた。私もうんこは食わん。いや、絶対に釈迦さんうんこだと思って。俺もうんこって聞こえた。おずるい。いいよ。でもナギちゃんも5番されたら相当きつくない？だるまさん5番してクソ荒れてたって言ってたけど、ナギさん3番されたら荒れるかな、どんくらい？私が泣いたらワンチャンあるかな。俺が一番暴れるよ。普通に。ジャスさんとかの視聴者が乗り込むかもな。出るとこ出るぞ。俺が一番暴れるからね。絶対言ってるだけやん、笑ってるだけだって。いや出るとこ出るとこマジで。あ、出るとこ出てくれる、うん、投げちゃんダメなら俺もやっぱ許せんな。俺もやっぱ出る。お兄たんたちやっぱウルカさんもそうね。シャルルもね出ちゃうかな出ちゃうかな。いや心強いお兄さんたちに囲まれて、じゃあ守っちゃうぞ。うわあ、守られちゃうぞ。でもね、さっきお留守番送って寂しかったの。すぐ置いてかれちゃったの。で、ね、3つの CS 食べようとしたらね、あ、すぐ釈迦さんにあげるからって言われた。3つの CS もダメだったの。それ釈迦さんのだからって。ごめん。うん、いやもう十分、もうだって姉さんはもう上手いの分かってるから、そのビルドでもダメージ出せるなって分かってたから。うん、やめて。かわいい。うるかさんが喋れなくなっちゃったっち。あれ？もうないかな。まだまだこれからですぞ。